ニューストピックスです今回は北国新聞の連載上部がいいねから耳垢の詰まりと難聴をテーマに文化部の岩上記者に解説してもらいますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまず耳垢が詰まるとどのように音が聞こえにくくなるんでしょうかはい 耳は空気の振動を音に変換すす。る器官でまず音波が外耳道を通って鼓膜が震え、うん、鼓膜の向こう側についている耳小骨と呼ばれる小さな骨に振動が伝わります、はい、その振動が内耳に到達すると内耳ののリンパ液にによって水の振動に変わります。うん、そこから電気信号となり聴神経を通じて脳の側頭葉に伝わりその音が何を意味するのか識別する。 これが音の聞こえる仕組みです。なるほど鼓膜までのと振動の通り道である外耳道に耳垢がたまると、当然音は聞こえにくくなります。はい、耳垢の詰まりによる難聴は子どもから大人まで年齢に関係なく起こる可能性があります。うんじゃあ耳垢の詰まりを解消するには耳かきが有効かな、はい、と思うんですけれど、えー、毎日丁寧に行うのがいいんでしょうか。 いや実は耳の奥の耳垢もかき出そうという意識で耳かきを行うと逆効果になる恐れがあります <えっ S 2> 耳垢を耳の奥に押し込むことになりかねないからです、うん、そもそも耳垢は自然と耳の外側に出てくる仕組みになっていますよって頻度に個人差はあれ毎日耳かきをする必要はありません、はい、目安はまあ1、2週間から一ヶ月に一回程度でいいと言われていますそれだけでいいんですかそれぐらいでいいんです知らなかった では耳かきはどのように行ったらいいんですかはい耳かきはなるべく細い綿棒を使いそっと耳の入り口を拭う程度で十分ですお風呂上がりであれば耳垢が柔らかくなり取れやすくなります耳の皮膚を傷つけないように力を入れてこすらないことを心がけてくださいええ、間違ったことしました頑張って一生懸命ゴリゴリしてました <laughs> 毎日も必要ないみたいです、ね、そ,うそうなんですねもし耳垢が詰まったらどのように治療するんですかはい 耳垢が詰まった場合はまあ、単純につまんで取り除きます。はい、で、一方耳垢が硬くなっている。硬くなってなかなか取れないケースもあり、その場合は耳垢を柔らかくする薬を入れて、しばらくしてから吸引して取り除きます。はい、耳の奥まで綿棒を入れて掃除をしたせいで、かえって耳垢が溜まって音が聞こえづらくなった。 と相談する患者も少なくありません、うん、間違った耳かきによる難聴に心当たりがあれば医師に相談してみましょうなるほどわかりました何気なくやっていることが悪影響を及ぼすかもしれないんですねそうですわ、はあ、かりました気をつけます今回は文化部の岩上記者でしたありがとうございましたありがとうございました